ちは、ベース講師の星野です。今日は、アドリブの練習方法をご提案していこうと思うんですけど、まず突然なんですけど、この下にコード進行を流しますので、このコード進行を見ながら、コードトーンですね、1、3、5、7が、パッと頭の中で思い浮かぶか、ちょっと、試してみてください。いきますね。はい、いかがだったでしょうか。コードトーンも全然意識できるし、これですんなりアドリブできるよって方は、これ以上 ご覧いただかなくて大丈夫です。で、ちょっと怪しかったって方、こちらではどうでしょうか。はい、どうでしょうか。コードトーン、こんな感じですね。で、今日はなんとなくスケール一発でアドリブは弾けるけど、アドリブでもう少し歌っている感じを出したいという方に向けた、2小節ループの練習法を提案していきます。ちょっとやってみますね。はい、こんな感じですね。ここに出てた字幕が結構大事で、頭の中でそのコードのコードトーンを思い浮かべ、そしてコードの変化ごとにも常にコードトーンを意識するという練習のやり方なんですね。ということで今日のレッスンでは、なぜ、この練習が効果的なのかということと、具体的な練習のやり方、それから、この練習をやる上で心がけたい3つのことという順番で解説していきますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、スケール一発から脱却し、より歌っている感じを出したいときに、コードトーンをイメージしながら演奏することは大切です。ちょっと枯れ葉の進行でやってみます。こんな風に、コードトーンをロングトーンで繋いでいくだけで、歌っている感じってしますし、で、これを応用して、こんな感じでやるとソロっぽくなりますよね。ただこの理屈なんとなく分かっちゃいるけどできないっていう方も多いと思ってて、でその理由に、こうして8小節ぐらいのコードトーンで考えると、この風に情報多すぎると思ってて、なのでまずは初めの2小節からコードトーンを、コントロールできるようにしていきましょうという、練習法のご提案です。次で詳しく解説していきます。はい、では練習していきます。まず前提として、これ超ゆっくりでいいです。早いと大変です。で、フレットもこの辺までやると、大変なので、まずはローフレットから、0、1、2、3フレットで、始めていきましょう。で、ループさせていきます。ループはこのアイリアルプロのまず1小節目と2小節目をループさせていくんですけど、この C マイナーの部分を長押しして、このぐーっと長押しして F7 のところまで引っ張っていくと、これでループができるようになります。はい、こんな風にループになってます。これで練習をしていこうと思います。はい、今テンポ60のゆっくりで再生してるんですけど、ここで練習していきます。こっちに今頭の中で考えていることを字幕で出していきます。
はい、こんな感じですね。で、今すごいゆっくりやったんですけど、これでも初めのうちはすごい大変です。で、大事なことはここに出した字幕の音名や度数の連想が頭の中で、できながら、曲を弾くということが大事です。で、飽きたなとか、ネタ尽きたなと思ったら、3、4小節目のループ、B フラットメジャー7と E フラットメジャー7。で、それも、まあ、ネタ尽きたなと思ったら、5小節目のループですね。マイナー7フラット5と D7 の、ループ。という感じで取り掛かっていくといいと思います。で、最後にこの練習をやる上で心がけたい3つのことをお話ししていきます。はい、心がけたい3つのことをお話ししていきます。こうした練習はフレーズ、例えばこのフレーズをここからここまで、テンポいくつでできるようにしましょうという、決まりきった練習ではないので、終わりがない分だらけやすいんですね。なので、次の3つを心がけるといいと思います。1つは時間を決める、そして2つ目はゴールの、テンポを決める、で3つ目はノートをつけるですね。まず時間を決めるについてなんですけど、ジャズとかやってると、バンドとかライブの曲とか、それから曲のアナライズとか、まあ、基礎練とか他にも練習しなきゃいけないことたくさんあると思います。なのでこの練習をする時間というのを決めるといいと思います。まあ初めのうちは5分とか10分ぐらいでいいと思うんですけど、ちなみに僕も練習するときはいつもタイマー使ってて、スマホのタイマーだとツイッターとか見ちゃうと、こうやってキッチンタイマー使って練習しています。でキッチンタイマーが鳴ったら、途中でもやめて、で、まあ、次の日に練習するっていう感じにしています。はい、で次ですね、テンポを決めるっていうことなんですけど、ゴールのテンポを決めるといいですね。目標にしたいテンポっていうのはこれスキルによって変わってくるんですけど、まあこの枯れ葉だったら、まあ120とかを目標に、自分でリズムを自由にコントロールしながら、コードトーンを弾くみたいな感じで、テンポにも目的をつけると、自分がどこを目指しているのかが明確になるのでおすすめです。3つ目ですが、ノートをつけるですね。まあ一例ですがこんな感じです。ノートを開くと、今自分がどこまでできているか、昨日はどこまでやって、これからどこまでやるかなど、一目瞭然になるので練習プランが組み立てやすくなります。僕自身今も練習ノートをつけて練習しています。ノートをつけると、例えば今日いっぱい時間取れたんだけど、何練習したらいいんだっけみたいな、風にならないので、これもおすすめですね。ということで今日はアドリブ対策強化、2小節でループ練習ということでお送りいたしました。最後にちょっと前の動画なんですけど、枯葉の、コード進行で32小節のアドリブソロを弾いてみました。よかったらお聴きください。ありがとうございました。ご質問などありましたら、コメント欄にお書きください。日々の皆様の練習のヒントになれば幸いです。このチャンネルでは、ベーシスト向けの音楽理論、ベースラインやアドリブソロの、組み立て方、練習方法などについて配信を定期的に行っております。ぜひチャンネル登録してまたご覧いただけたら嬉しいです。最後に2つインフォメーションさせていただきます。こうしたアドリブに関する、ご質問ってめちゃくちゃ多いんですね。で、無料のメルマガで、ベー
ースアドリブ6日間集中解説講座という配信をこの夏から行っておりまして、結構たくさんの方にご登録いただいております、よくご質問いただくベースのアドリブ演奏についての限定動画付きの、解説メルマガが、1週間毎日届きます。概要欄に貼っておきますので、ご登録いただけると嬉しいです、また最近はですね、YouTube をご覧になったという方からありがたいことに、スカイプを使った、オンラインレッスンですね、こちら全国からお申し込みいただいております。自宅で好きな時間にレッスンができるオンラインレッスンは朝10時から夜22時終了までの時間で対応しております。普段のレッスンは東京の高田の馬場なんですけど、まあ、遠方で来られないという方とかお仕事が忙しくて、来られない方とかそういった方に、おすすめのレッスンです。詳細は概要欄からご覧ください。この動画がお役に立ったと思っていただけたらぜひチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。今後の更新の励みになります。ということで本日もご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。